い、どうも、グミ猫村です。はい、ということでですね、ちょっと現場に着いたんで、撮影を再開していきたいと思います。本日、1件目の物件は、岐阜県にある、軽園というね、まあ、廃墟にやってまいりました。こちらね、なんか、もともと何なんやろな。レジャー施設？美術館？なんかそんな書いてあったな。なんかいろいろ書いてんだけど、実際上のとこ、どんなとこかっていうのは全くわからないんですかね。で、今ちょっとね、ラスカル君と二人でね、回ってるんですが、見てください。もう倒壊しすぎて足場がやばい。これはえらいことなってるわ。どうやって行こうかな。向こうまで行けば、足場あんねんけど、太い柱おるから、ただ、向こうまでどうやって行く？ちょっと待って、確認する。ここなんとか行けそう。けど、こことここ手ついて、ここやな。この辺。ただ、釘みたいなのがおるかもしらんから、気をつけて。よっこいしょ！で、ここに足。そうそう。とにかくな、床はな、硬いところ、頑丈なところ探して、それで探りながら行った。こう、切って。一応、柱、どっちに回るけど。かなりね、もう足場がすごすぎて、かなりやばい。トイレ？屋根ないやん。何これ？屋外トイレ？屋外トイレ？あ、ちゃうんか。倒壊してんのか。やばいな。すごい。うわ、竹や。竹がすごい。すごいな。竹生えてる。これさ、俺思ってんけど、こっから下を降りて歩いた方が楽かな、もしかしたら。これな、ここまでは行けんねんけど、こっからこいつ降りやろ。で、柱がもうないから、多分これな、逆にここを支えながら、お前ちょっと下を降りて、ほら、こいた方が早いんじゃん。あいた！竹が降りた。竹が降りた。竹が降りた。よいしょ。大丈夫か？大丈夫か？いけるか？いけるか？これとこれを取ったらいい。これが飛んでいますか？大丈夫か？これがなかったら多分これだった。大丈夫か？何もなってへんか？よう足元見て。いかんと。危ない危ない。ちょっとアクシデントが。では、とりあえず先に進んでいきたいと思います。なんせ倒壊率が半端ないな。やばいな。ここ行ける。ここは行ける。ここはちょっと揺れてるから、ゆっくりも。はい、危ないと思ったら、他のルート探して。ほらな、危ないと思ったら、他のルート探して。うわぁ。なんか結婚式場？なんか。そんな感じするよな。結婚式場みたいな。これでも1階だけ ?2階部分はなさそうか。
ことはこれは結婚式場だけってことなのかな。これだけ。うん。とりあえず、うん、戻っていこうか。でな、どっかに玄関あった。そこか。そこ開くかな、玄関。無理か。硬い。開かへん。開かへん。開かへん。どっから出る。でも何もない。ない？じゃあこれ戻らなあかんな。また足元だけ気をつけて。これなんかの模型やな。なんかこれカメラのレンズが白いよ。ちゃうか。なんか声聞こえたような気がする。ちゃうか。ちゃうか。とりあえず戻ろう。ここ気ぃつけよう。ここ一番難関やからね。よいしょ。こっからどういくかやね。よっ。今度は上がるとき気ぃつけよう。落ちんように。で支えられる。あ、それ持ってんの。うん。で、こっちに壁支えながら歩いて、で、ここにと、ここに足やった状態で、またこいつを、これが崩れそうで怖いかな。ゆっくりと。進むときはゆっくりな、できるだけ。お、ここ危ない。ここだから揺れてる。よいしょ。はい、ということで出てきました。ここはね、何軒か建物があるらしくてね、なんか一軒だけなんかすごい建物があるっていう話なんですけどね。ちょっとそちらを今探してるところなんですが、なんて霧かこれ。カメラ吹いても何にもならん。もうこれ全然見てない。ほらあの辺に霧かかる。ほんまやな。まあいいわ。ということでね、ちょっとすごい部屋があるということで、捜索してるんで、またねそちらの方部屋が見つかり次第また撮影を再開していきたいと思います。それではまた後のほど。さよなら。